椅子の調整をしておりますが、今日は焼肉です。いける、もっと低くて、今日のタンが特別で、ミシュラン店がプロデュースした高品質の YouTube してる？してる。タン元を使った厚切り昆布締め牛タン。今回はなんとですね、ミシュラン店西麻布レストランのラボンバンスさんからご提供いただきました。すごい肉厚の牛タンでございます。これをメインにいただきます。今回はね、焼肉です、今日は特別タンが分厚いです。どこ行くの？いや、これで3枚、これはなかなか分厚い。肉1品に分かれたまとめてくれたら、はい、こまってったやつ全部いいでしょ。パンじゃなくて食物だね。じゃあこれを熱いな、確かに。いただきます。あ、おいしい。おいしい、おいしい。あ、うまいわ。タレおいしいね。まろやかなタレ。あ、すごい昆布締めや、中までしっかり、味染みてる。おいしい。おいしいな。食べ応えがすごい。貝の身です。エビでかいな。ママ、エビは？おいしい。おいしいよな。すごい、あの、高級レストランのやつです。食べ応えがすごい。うん、味しっかりやけど、昆布やから、そうやねんな、優しいかけやね。しつこくはない。ほぼいっちゃう。なんかあれやったら贈答用もあるって感じ。大丈夫。まあ、こういうの、まあ、送ってもうたら喜ぶみたいな。普通の方のお肉は噛み切れんからね。はい、こちら貝の実ちゃんでございます。はい、有用にちょっと切っちゃった。タイメも美味しい。美味しい。美味しい。はい、エビさん。食べてる途中に何やねん。美味しい。なあ、牛タンもお肉も美味しいな。すごい美味しいね、やっぱこのお肉やな。あ、牛タン？別に仕込みじゃないよ。ほんまにそう思うもんな。よう味が絡んでます。あ、うまい。一番最後です。めちゃくちゃうまかった。特にうまかった。すいません、生中一つで生中はい、お待ち。ゆっくりしていってよ。鳥鉄状態になってるね。ハワイアンやん。ハワイに旅行行った人。お願いします。ハワイやん。どうも。どうも。ちょっと怪しい方は向こうやと思うんですけど。あ、す
失礼しました。これ何鉄夫さんじゃないですか。鉄夫さんじゃないですか。あ、涼しい。あ、どうもお久しぶりでございます。はい、好きなお好きな席へどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。しんちゃん、お疲れ様。まあです。はじめまして。やっとお会いできました。食うよ、食うよ、食うよ。できます。行こう。もうしてよし。ちょっと飲んだね。あ、もう攻撃したよ。カメラ OK だよ。あの、ここは出たらあんまり良くないからこのチャンネル。あ、はじめまして、どうも。はじめまして、どうぞどうぞ。お世話になります。お久しぶりです。あ、お久しぶり。あれやってくださいよ。何？いつ、あ、今だだ3割増し、3割増しやりましたよ。あ、ママちゃんさん、いつもお世話になっております。ありがとうございます。あ、カメラマンさん、ちょっと 席ちないと思うんですけど、カメラマンさん暑い。おはようございます。今日はご乗車ありがとうございます。ちょっと祝電をいただいてますんで、ちょっと一つだけいただきます。この度、ヒゲちゃん、エムズさん、イサムちゃん、コンチムさん、合同オフ会開催おめでとうございます。ぜひ列車の揺れに合わせて酔いながら回らないように気をつけて楽しんでくださいね。横浜、神奈川県横浜市お住まいの伊藤さんからいただいております。ありがとうございます。2時間ぐらいですが、ちょっと楽しんで皆さん喋れたらいいと思ってます。乾杯。乾杯。すいません、ちょっと狭苦しくなりますけど、お疲れ様です。ありがとうございます。あ、遠いところありがとうございました。カメラ向けといてよ。どっから見てもバンだよ。場を提供してくれた方々、ありがとうございます。これからも知らんけどよろしくお願いします。楽しみましょう。モカさんからこれいただいたやつ、もう開けたらめちゃくちゃ楽しいよというふうに言われたんで、これちょっとマジで何か見てないんですけど、見てこれすごいね。これ作ってくれてんの、すごい。これね、後でこれ著作権でお金いただきますけど制作料逆に取られるわ。うわ、すごい。これいきなりプリントしてくれてるの。これシール貼ってんじゃん、プリントしてくれてるよ。うわ、すごい。見て、見える、これヒゲちゃん、ヒゲとヒゲちゃんのステッカーを全部プリントしてくれてる。最高。いや、もうまあ女子力高いんやん。もう車井さんも、あ、美味しそう。これ子供喜びそう。これお菓子、ええ感じにできてまんな、あそこ。いや、もう邪魔そう。ええ感じにできてまんから。まず、今日はね、お肉を食べていきますよ。今日はね、お肉を食べていきますよ。肉醤油をね、つけましてね。このままね。ほら、見てください、これ。めちゃくちゃ美味しそうでしょ。ネギがね、生きてるでしょ、これ。もう、ネギが踊ってるでしょ。踊ってるでしょ。ほら、これをね、そのまま、お口に入れますよ。熱いままね、お口入れるんですよ。熱いでしょ。そうなんです、暑いんですよ。ロックなやつがおる。ロックな男。マジ食べたらうまい。ロックな人がおるよ。皆さん、ありがとう。
たかしさんと肉映えるわ。たかしさんと肉が映えるわ。みんな油がすごい。これ油エグい。いやもういつもよう油飛んでるよ。カメラあラーメンで。ありないな。いやもっとなんかこういう鉄板焼き系とかの動画撮ったらもう、はい、こんなんいっぱいや。いろいろ巻いて。カルビオプサなんかこれ食うたことないよこれ。あ、ほんまか。最近うちの近所に本店があるんで、なんかあそう京都の最近そこまでそこ行って飲み放題つけて飲んでますあ、まあまあ食べ放題飲み放題があるんで。もう短橋でもらっていい？分からない。大阪市内か知らない。知らない。知らない。今回は4人の合同オフ会に参加していただいて本当にありがとうございます。はい、美味しいご飯、美味しいお酒、ね、であと路面電車のね素晴らしいシチュエーションというふうに、非常に楽しい思いをさせていただいたんですが、何よりですね、本当はあの素晴らしい多くの仲間に囲まれて過ごせたことによって、これが本当のごちそうに変わったと私は思いました。エムズさん、イサムちゃん、コンチムちゃん、本当に、ね、準備の方一緒にありがとうございました。そしてご参加いただいた方、本当に心から御礼申し上げます。はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。もう全部入れちゃおう。少し取れなくてな。すさまじいクラ丼になりました。いただきます。ネギがパシャパシャ。おいしい。わさびのちょい漬け、おいしい。どうやってつけてる？あ、ちょいちょいちょいと箸で。それは好みやな。真似しよう思ってな。こんなことまで意識調子なあかんかな。いや真似しよう思ってな。こうやな、こうやな。箸につけるのやめたろ。やりよった、ほんまに。辛い。ほんまにやりよった。おいしい。うん、もう合う。焼いて今から。うん、うまい。肉が食える、肉が食える、肉が食えるぞ。肉が食える、食えるぞ。肉が食えるぞ。日本全国どこへ行っても肉が食えるぞ。肉が食える、食えるぞ。肉が食えるぞ。肉が食える、肉が食える、肉が食えるぞ。肉が食える、食えるぞ。肉が食えるぞ。